どうもブラザー知らせことです。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。で、今日紹介したいのはピックアップの、情報ですね。武器とキャラクター確定して、そのキャラクターがどうなのかっていうところなんですけども、実はですね、一つ最初に言うことがあれば、カウン持ってる方おめでとうございます。はい。一応ね、前回出した情報で、信玄が会うっていう、動画を出させていただきましたんで、そこを見ていただければと思います。今回は今回で別の話なんですけども、信玄と北斗とかピックアップされますんで、おすすめの突通だとかも全部含めながら話していきたいと思います。はい。じゃあ、まずね、美課金で目標とするところがですね、将の、無凸ですね。1凸2凸とかって美課金の範囲じゃなくなってくるんで、最悪1体4万近くかかってしまうっていう感じなんで、それは省かせていただいて、あとは、信玄と北斗とディオナの、凸のお話をしていくって感じですね。将無凸でも、使えるかどうかっていう判断は、一応前回、僕の方が将の考察してますね。その動画見てもらえればと思います。はい、信玄ですね。二凸推奨なんですけども、会心が100%確定なんです。プラスしてレベル3のシールドってやつも確定で入ります。このレベル3のシールドが何かっていうと、相手に対して炎継続ダメージを12秒間2秒ごとに継続することができるんですね。で、それってシールドの吸収量が高くないといけないんで、防御ぶりの、信玄がおすすめなんですけども、これはさっきご紹介したカウの動画で見てもらえればと思います。かなりおすすめです。これ二凸効果になると他のキャラとの相性がいいし、シールド持ちの炎キャラっていうのがものすごく相性いいんで、炎継続ダメージの炎キャラで、炎の継続ダメージの炎キャラ、シールド持ち、これはむちゃくちゃ相性が良くて、それがワンクリックですね。プレスだったら、三角ボタンワンタップで、それが全部発動してしまうっていう、もう強キャラです。圧倒的なシールド強キャラなんで、シールドキャラの中でもかなりランクの高いキャラクターだと思われます。で、今回のピックアップとの相性なんですけども、二凸ならほぼいらないです。会心が100%入る清風と組み合わせて、味方のチャージ効率を上げるのもいいし、白影で防御力を上げるのもいいし、天空体系なのでそもそもの火力をガンガン上げて、物理の上げてもいい。これ、信玄の場合って物理耐性ダウンと物理ダメージアップがシールドあ、存在してる時とスキル当てた時に発生するんで、天空との相性も非常に良かったりしますね。祭礼の場合はスキル当てなきゃいけないっていうので、スキル当てると基本的にシールドが、シールドレベル1か2で、相手がちゃんと2体に当てれれば3なんですけど、ほぼシールド3にならないんで、あんまりスキルで戦うってキャラじゃないです。スキルは普通に自分の炎元素回収で使う程度って感じですかね。なので、一応こんな感じ、2とするとバケリオ、3とするとさらに能力が伸びますよっていう感じになりますね。もちろん他の凸狙っていくんだったら、美課金目標じゃなければどんどん凸って、非常に強キャラなんで、アタッカー運用としても使ってみてくださいっていう感じですね。はい。じゃあ、北斗ですね。これは1凸推奨です。全キャラとの相性が爆発的にアップしますね。カウンターメインだったら3凸以上なんですが、これね、非常に優秀なのが、HP の上限の16%がもう凸るだけで15秒間シールド発生しますね。15秒間です。15秒って数字ってシールドキャラの中で結構長い方ですね。今回ピックアップとかだったら、ディオナだったらテンプを上げなければ継続時間が上がらないんで、それだとしても15秒には届かないですね。で、信玄の場合は12秒だと。信玄は元素爆発と併用できるんで、ずっと出しっぱなしができるんですけども、北斗の場合はそれができない。もう凸るだけでもうシールドかけキャラは完成します。HP4 万だとしたら6500ですね。で、雷がだったらそれがさらに250%耐久吸収力がアップしますんで、もう壮絶な、相手によっては壮絶な防御力アップっていう形になります。で、プラス、そのシールドとその元素爆発中は相手の雷耐性とかも下がりますんで、例えば雷型の黒星と組み合わせてもいいし、レザーと組み合わせてもいいし、非常に優秀なキャラクターだと思われます。で、一応こんな感じで、
無凸添付上げなしっていうところでね、かなり一凸がどんだけ優秀かっていうところですね。もちろんカウンとかにも合うし、本当ワンクリックで非常に高いシールド性能キャラができてしまうっていうことで優秀。まあもちろんあと突き詰めていけばカウンターとかメインのキャラクターどんどん使っていって、武器もね、向こうの剣気候体験、あとまあ普通に強い体験を装備させるのがいいと思いますけどね、はい。で今回 PU の祭礼はやっぱ貫突じゃないと難しい、単発カウンターアタックなんで多段ヒットしないんで祭礼は向いてないんですよね。ただ貫突してればカウンター当てなくてもポンポンって 2回打てば元素爆発まですぐつながいだりとかできるし、はい、致命傷ダメージを、ね、連続で防ぐことができますんでかなり優秀だと思います。ただシールドキャラでいくなら HP のサブ効果アップが入ってる鐘の剣なんか非常に優秀だと思いますね。HP がアップするのってそれぐらいなのかな、あとは星4ではないかったと思います。なので鐘の剣で HP ガンガン上げて、まあ、5万 HP 目指してみるってのもいいのかもしれないですね。そうすれば全キャラ対応キャラクター北斗が完成すると思います。はい、最後のキャラクターはディオーナですね。で2凸推奨してます。1凸で元素爆発のループができるようになります。これ回収するんですね、15ポイント。なのでその分エネルギーチャージに回す分 HP に振れます。 HP に振るとシールドの吸収力も上がれば回復力も上がりますんでいいことづくめです。なので1凸非常に優勝ということで、2凸なんですけどもHP4 万だとしたらシールドの吸収量が1000ほど変わります。なのでここは2凸しといた方がいいです。あとはマルチでもかなり活躍できるキャラクターになりますんで、まあ、ディオーナをせっかく育てるってことであれば2凸まで目指していいのかなとは思います。で、ここで非常にね優秀なシールドキャラだということは皆さん言うんですけど注意してほしいです。テンプをしっかり上げないとダメです。継続時間が長押しの5本の夢、爪が出たとしても8秒間めちゃめちゃ短いですね。で僕は9まで上げてるんですけども、まあ、5凸してますんで5凸で3プラスなんでなんか6まで上げてるんですね。だとしても12秒とシールドキャラとしては、まあ、深淵と並ぶぐらいの少ない時間。さっきだったら北斗だったら1凸で15秒ですよね。で勝利だったら20秒。なのでここの秒数管理が非常にね育てきらないと難しい。無凸だったらね凸9テンプ9まで上げるのも非常に大変ですよね。だそれぐらいの覚悟を持ってやるか、せっかくの PU なんだから5までやってテンプのを上げるのところまでも簡単に済ませるかっていうところ。シールドキャラとして昇華させるには非常にモラとかがリソースのかかるキャラだということはご理解いただければと思います。でPU キャラだったらショートの相性は非常にいいと思います。まず回復できるんで回復枠はディオナで十分だとして、移動速度でスタミナとかこれが 10% アップするんで風共鳴とねもし合わせたら非常になんかむちゃくちゃ速いショーなんか作れるんじゃないかなみたいなことになりますんで今回のピックアップに選ばれたのかなとは思います。シールドもあって非常に優秀なんで。ただ12秒、マックス12秒ちょっとぐらいだってことはご理解いただければと思います。で、PU 武器絶弦との相性は、まあ、回復サポートキャラで使うのであれば非常に低いと思われるので、別で持ってる祭礼か聖符、これどっちでもいいかな。スキルが5本出てくるんで、まあ、ほぼ祭礼発動するのと、聖符も回心率低くても5本出るんで、どれか回心が入ればいいっていうので、まあ、使えるんじゃないかなっていうイメージです。はい。はい、最後武器ピックアップの方ですね。僕の中では星4の方はあまり取る必要はなさそうなんで、こちらの火白炎、まあ賞を狙っていく人たちが多いと思うんで火白炎を無凸で手に入れることが目標というところですね。でもう一つのね片手剣、新片手剣のちょっと緑色なんで多分火白炎の兄弟みたいな片手剣なんですけども、こちらの方はまあ、抜けたらって感じでいいと思います。はい、ただね、今現在、片手剣の、ガチガチの、その、なんだろう、物理系とかだったらあるんですけど、物理系以外の片手剣のやつがないんですね。なので、
まあ、どうしても国政とか強くしたいであれば、その雷国政のキャラとかだったら伸びるのかなというようなイメージはするんですね。で、あとは、まあ、行く秋とかアルベドも使い方によっては使えてくるのかなと思います。ただ、まあ、近接系の片手にするのであれば、やっぱり生物の源泉が非常に濃くになってくると思うんで、まあ、実装されて、まあ、数日間ちゃんと使ってみる、あるいは国勢ピックアップの時にどんな武器が実装されるのかをチェックして、あ、こんなの来るんだみたいな風になってから引いた方がいいかもしれないですね。だ、基本的には分かってる火白炎を狙っていくってスタイルでいいと思います。さあ、いかがでしたでしょうか。ピックアップの情報以上となります。ぜひぜひ気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。まあ、こういう感じでピックアップね、来るかっていうところだったんですね。まあ、ディオナがね、最適に合うとかっていうよりも、前回の関羽に対して、まあ、信煙であったりとかが出てくるっていうイメージ。かなりね、皆さんにとっては考えられるような、ラッキーなのかなっていうようなピックアップだったと思います。はい。ではまた皆さんお会いしましょう。グッバイブラザー。